すごい、発汗作用がすごい。どうも、激辛ラジオニーです。今日もみんなの新評つけちゃうぞ、やってきました。それということで、今回ですね、沖縄県南城市にあります沖縄そば金太郎さんにやってみました。こちらはですね、もうその通り沖縄おいしいおいしい沖縄そばが楽しめるということで、今回やっていくんですけど、今回はねこちらの、ちょっとね辛い混ぜ麺に挑戦していきたいかなと思います。使っている唐辛子はですね、沖縄名産の島唐辛子ということで、辛さはですね一応3段階に分かれておりまして、一番マックスの今回はね激辛にチャレンジしていきたいと思います。今回もうね長らく僕ら激辛沖縄遠征やっていきましたけども、今日で沖縄での撮影はね13本目、これがラストになるので、もうね今年の動画最後になります。お店でのチャレンジは、はい、今日もね最後はね引き締めて、気を引き締めてやっていきたいかなと思います。それでは入っていきましょう。レッツゴー。いただきます。さあ、金太郎さんの混ぜ麺激辛お手並み拝見でしたということで、さあこれね、見た目はねもう普通にこれ、これ二郎系の混ぜ麺なんですけれども、これねこの麺をほじくり返すとちょっと赤いスープが顔を覗かせてるんですけれども、じゃあちょっとリフトアップしてからいただきます。じゃあこれ混ぜ麺なんでねしっかり混ぜていきましょう。ああ、いい匂い。わあ、うまそう。普通に麺はちょっとこれ平打ちのちょっと太めのこの特殊の麺を使ってるんですけれども、いただきます。おお、見た目以上にすごい刺激的な。ああ、そうですね、見た目あんまだけど結構これはこれ美味しいよ。美味しい。見た目以上に結構ガンとくるんですよ。結構辛いんだよこれ。ちょっと食べてみな。ちょっと一口食べてみな。結構ねパンチくるんだよこれ。ひどいじゃないか、こんなの聞いてないよ。やばいよね。ちょっとこう見た目全然なんだけどね、パンチくるんですよこれ。チャシュ、こんなにこのジューシーになっちゃってどうしちゃったのと。いただきます。あら、香ばしいね。チャーシュー香ばしい。これ、具材はねこれもやしにごま、海苔、そしてチャーシューと。で、島唐辛子。うまっ。辛いね。今まで食べたことない混ぜ麺だね。麺をすすってこう下に落ちていくと、体のどこに麺がこう通っていったか分かるぐらい、ちょっとこう今やってないですけど、昔チャレンジメニューがあって、20分完食したら無料かな、なんかそんなチャレンジがあったらしいんですけど、それはもうねみんな食べれなさすぎてダメだよっつって、ほらこれねちょっとほらスープがちょっと赤みがかってるんですけど、はい、じゃあちょっともやしに絡めていただきます。結構辛いわ。これです。唐辛子の青森漬け。じゃあちょっとこれも足していこうか。これ結構辛いんですよね。最後これコーレグース加えてすすっていきたいと思います。やばくないやつ。何取ってんだよ。残りわずか、入れます。おお。すごい、発汗作用がすごい。お前サウナ入ってきたのかと。救われた、夏目さんに救われた。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。沖縄そば金太郎さんの混ぜ麺激辛辛さレベル、じゃららららじゃらん、辛さレベル8です。おめでとうございます。8になりました。いやー、これね、出てきた瞬間はね、あれ全く見た目辛そうじゃないんでね、あれ今日イージーじゃねと思ったんですけれども、混ぜてびっくり玉手箱じゃないですけども、結構スープの辛み、この沖縄のこの島唐辛子を使用しているということだけあってね、結構辛さありました。びっくりした、ちょっと今口の中もビリビリにしびれて、まあね、なんか以前はこう激辛チャレンジメニューをやられてたそうなんですけどね、まあ、その時もねこれ以上の辛さがあったのかと、まあ、その名残がちょっとあるかもしれないですけども、結構辛かったね。今回この激辛、注文しましたけれども、一応ね辛さ3段階ありますんで、ピリ辛、辛い、辛、激辛と、なのでね、まあ、ちょっと辛さに苦手な方はね、ちょっと、ピリ辛から始めてみてはいかがでしょうかということで、この動画でね、今年最後の、お店での撮影となりましたが、これでもう沖縄激辛遠征最終日ということで、いやー、もう合計13店舗確か行ったと思うんですけれども、まあどの店舗も、もう美味しくて、辛い、そしてお腹を痛めましたけれども、これでね、今年激辛47都道府県制覇ということで、一応ね目標を達成したんで、まあ、僕ね、この左上のこのロゴにね、激辛ジョニーのスパイス度と書いてありますけれども、これで47都道府県制覇ということで、激辛ジョニーのスパイス度第1章完了ということで、来年からはね第2章が、スタートするということで、ね、第2章、第3章、第4章と、続いていくんでね、今年1年、ご声援誠に本当にありがとうございました。これからもね、私激辛ジョニー、このスパイス度を全うして日々精進してまいりたいと思います。それではまたお会いしましょう。良いお年を。メンソーレ。終わったよ。